ああ、嬉しいね。なんだ、ちゃんとみんな生きてるのか。それって、もっと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 、痛めれるってことだよな。おい、寝ぼけてんのか。あ？お前はここで俺が殺す。一度で足りないならもう一度迷わず地獄へ送ってやるよ、マットスナイパー。勝てると思っているのか、ホロースラウター。俺の姿が見えもしないくせによ。ああ、見えないな。まさかそんな馬鹿げたイカ様だとは思わなかったよ。しかもご丁寧に、銃にまで適用可能か。スナイパーにはうってつけの技術だな。一発撃って移動されたら、もう居場所はわからない。はあ、便利なもんだろ？電磁メタマテリアルって人工素材で作られてるそうだ。光の屈折率を負の領域にまでねじ曲げ、透明化を実現する。自然界には存在しない完全な人工物質。恐ろしいね、奴らの技術は。即死した体をも蘇らせ強化するサイボーグ技術まであるんだぜ。俺は人からよく狂ってると言われるが、本当に狂ってるのは奴らだと思うね。誰が狂ってるかなんて俺にはどうでもいい。ただお前を排除するだけだ。どうでもいいね。愉快で愉快で仕方がないが、まあいい。透明人間を一体どうやって見つけるつもりかな。さあ、ゲームを楽しませてくれよ。つまんねえ真似しやがって。所詮口だけか。
もうお前は会うことしかできないぜ。無様だな、ホロースラウター。目が悪い。終わった、だ？
俺の言ったことを忘れていたようだな。悪いが、俺はただの人間じゃない。サイボーグとなって地獄から蘇ったんだぜ。たったの人間ならともかく、これし気の攻撃で俺を殺せると思ったのか。なめんなよ、ローズラウダー。まさかとは思ったが、まだ生きてるなんて。なあ、まさかとは思うが、俺が貴様の前に現れるだなんて思ってないだろうな。現れると思うか、スナイパーのこの俺が。一応は警戒していたらしいな。石柱の後ろにはいないか。だがべっとり地面に血の跡がついてるぜ。石柱のすぐそばにある瓦礫の裏にな。何度も言うが、俺が貴様の視界に入るほど近づくと思うのか？つもりか。痛みに耐えられるとでも？それとも本気でそんなことをやっているのか。俺が使ってるのはチャチな拳銃弾じゃないんだ。当たれば体がちぎれ飛ぶ最高のライフル弾なんだよ。そんな激痛に耐えられるとでも思っているのか。おいおい、やっちまったな。もしそれが罠なら間抜け、気づいてないならただのバカ。つまりどちらにしろお前は今ミスを犯しているんだ、ホロスラウター。
その瓦礫からはみ出した左手を打ち抜けばお前は地面に這いつくばるんだよ。かな、手を吹き飛ばしてやったのに、貴様、痛みを感じないのか、ホロスラウター。